ちゃんが亡くなるまでそういうこと何も知らなかったの。おじいちゃんが最後にこの日記を渡してくれなかったら、琴子っていう名前のことも密子さんのことも知らないままだったろうなって思って。これは確かに密子ちゃんのことだ。このチケーターは奥さんに手紙をくれた。ああ医者のこと掃除で知らない。お墓参り、毎年してあげてるんですか？いや、私の家族は私に近くに住んでいるので、医学ロボットを目に付き合うと思うんだよ。死ぬ覚悟でいた者がこうして今日まで生き延びてきたんだから。死ぬ覚悟？戦時中だが海軍の人限り星空が広がって、星の中を飛んでいるんだったよ。スタちゃん、お元気ですか？私は今、宮崎の航空隊に移り、最新鋭の爆撃機で飛行訓練を積んでいるところです。転速にも自信が持てるようになってきました。気泡六分儀のレンズで、歴史夢となるベガを望めば、あのベガが私たちを勝利に導いてくれるのだと、さらなる勇気が湧いてきます。出撃の日が待ち遠しくてなりません。昭和19年8月30日今とても気がかりだ。私たちが作っている高度ホイールに星の高度が参加したいです。日本軍が戦っているという各地の地名がどんどん北に本土に近づいている。これは日本が負けているってこと。Thank you.
軍の機密に触れることや弱気なことは書けなかった。胸の内でどう思っても忙しいことに向き換えた。日本軍の先生がどんどん破壊して、私にとっては勝ってたし、やはり日本は勝てる、そう信じるしかなかった。信じるしかなかった。そうして、ついに出撃命令を受けた。剣まで。そう、最初の出撃は昭和19年の1月26日、米軍に追われたサイパン島のアスリート飛行場を夜間攻撃することだった。サイパン島のアスリート飛行場、本土の軍事施設や工場を狙って爆弾を落とすようになってた。空襲が始まったんですね。これのうちにアスリート飛行場を攻撃して、せめて小学生が本土に空襲警報を響かせないと考えたんです。じゃあ、和夫さんはリンゴに乗って日本からサイパン島まで飛んだんですか？すごい長距離飛行ですよね。飛行距離1300キロメートル。海と空を24時間飛び続けるんだから、敵の対空砲火や戦闘機を撃墜するのと同じくらい海の上で迷ってストロークできなくなる気になった。それって偵察員が測定を間違ったら帰ってこられなくなるっていうこと？機長で操縦員の飯塚地区、電信員の飯塚地区、この命を偵察員の私が扱っていた。ヒサちゃんたちが作っている行動保有機と気泡ロック、そして天空に輝く星たちも、あの時の私にとっては戦うための道具だった。南の大空のコーバルハウル、ひときわ明るい空のベガ、オリオン座のリゲラ。飯塚注意、そろそろマリアナ諸島ですね。18時50分1850、変速を開始します。了解、頼むぞマクメラ。コーバルハウル33度10分、方位で確認。現在位置、北緯20度15分、東経145度12分。ほぼ予定通りです。進撃進路180度、ようそろー。ようそろー。見えてきました。サイパン島です。了解。進行方向東側にアスリート基地を発見。よし、爆撃用意。了解。三島、基地に立てる。了解。秋村、爆弾投下。爆弾投下。します。氷で逆転。